はい、皆さんこんにちは。ランタンタンチャンネルランタンのチャンネルのタナです。昨日ですね、上野の10円で買ってきました。こちらヒネアが出している旅シューズ、新しいモデルですね、出てきました。裸足ランニング自体は私がやっているということはお話をさせていただきました。裸足ランニングとの出会いはですね、裸足ランニング協会の理事をやっている吉野さんからお話を聞いて、裸足ランニング自体は、スタートしていました。まずですね、怪我する要素を作らないっていうのは、裸足で走るから怪我をするんじゃないんです。そもそも裸足だから外傷があるんじゃないかっていうだけの話です。走っている時にやはり例えば破片踏んだとかね、踏まれたとかね、まあまあまああるわけですよ。自分の足を守るのは何なのって言った時に、実はシューズがその役割を果たしているから、シューズというのは大事なんですね。ただですね、皆さん、なんでこの裸足ランニング用のシューズというものが存在するのかという、ここが今日のお題になってきます。皆さんはどうでしょうか。裸足で走られる機会ありますか。子供の頃に、ね、競争の時にちょっと走ったなという方いらっしゃるかと思うんですけど、裸足で走ることはめちゃくちゃいいです。例えば今これからランニング始めたいんだよねって思ってらっしゃる方いらっしゃると思うんですけど、そういう方はですね、おそらくランニングシューズを買うショップに行った時に店員さんに勧められるのはこういう話でしょう。初心者用のランニングシューズを買われるといいですよ。もちろん私もですね、そういう過去の経験からですね、そういう進め方は正直します。それは正しいとも思ってますが、ある意味間違いだとも思ってます。こちらアディダスが出している、これがですね、初心者用のシューズで、スーパーノバグライドブーストタイプのモデルになっています。着地した瞬間のクッショニングは非常にレベルが高いモデルになっています。長く走るために必要なストレスを軽減する目的で作られているのは事実です。私たちは人間、まあ動物なんですよ。着地をして蹴り出すまでの重心を移動する動作の中で、裸足で走ることはもちろんできるようになって、このシューズに頼って走らなきゃいけないっていう事態が体を悪くする原因じゃないかというところがポイントになってきます。皆さん、初心者用のシューズなんで履くんですか。着地をした瞬間から蹴り出すまでが痛いからですよね、おそらく。じゃあなんで痛いんですか。それをですね、今日は少しお話をしていきます。着地した瞬間のお話からします。ヒールストライクでランニングをする方っていうのは、お分かりいただけただろうか。衝撃がかかる軸をですね、グラフ化すると、最初にかかとからガンとついた瞬間に大きく衝撃が強くかかります。そこからゆっくりと点落ちて、足の裏全体で踏み込むタイミングでゆっくりとじわーっとストレスが大きくなっていって、足から前に抜けていくところにかけてじわーっとストレスが抜けていくという形になっていきます。ここで問題なのはですね、着地をした瞬間に非常に高いストレスが一瞬にかかっているというところがポイントになってきます。この着地した瞬間にかかっている、体重はご自身の体重の大体大きくて 5,6 倍の体重がかかっていると言われています。僕体重60キロぐらいですが、着地した瞬間に下手な着地をすると300キロ近い、体重がですね、足にかかるというわけです。ヒールストライクで着地をする方のもう一つポイントがあります。かかとを後ろから見た時のイメージで少し考えていただきたいんですが、小骨という骨、大きな骨ですね、があるのと、その上に虚骨という骨があります。この間にあるのが虚骨下関節という関節です。着地をした瞬間にかかとという軸1点でさ、体の軸を支えた時に、着地した瞬間の振れ軸はどちらかに偏ります。主にですが、着地した瞬間にここの虚骨下関節を中心とした関節の軸の崩れというのはこういう風に働きます。こっち側に体重が傾いて解内という、現象を起こします。解内現象を起こした瞬間に起きるのは、着地した瞬間に、ここの内側にある後脛骨筋という筋肉から、長腰屈筋にかけて伸びている足の細い筋肉ですね、いわゆるよく新スプリントとよく言われる、部位になるんですが、新スプリントというのは、まあ、新スプリント群みたいなものが筋肉群の総称なのですけど、膝の内側からくるぶしにかけての、後脛骨筋の筋肉の、炎症が主な原因として新スプリントという
よく言われるんですが、その新スプリント原因を作っているのがこの虚骨下関節の解内動作になります。この虚骨下関節の解内動作がなぜ起きてしまっているかという話になるんですが、これはですね、実はシューズを履いているからです。着地した瞬間から蹴り出すまでの重心移動が長すぎたり、着地した瞬間にかけているストレスが大きすぎることによって解内動作をより強く発生させてしまっているからというのが原因になっています。そのだから解内動作を緩和するためにじゃあどうするんですかっていう話になるんですが、まずですね、このかかと1点で着地していること自体がそもそも走り方として問題があるんですね。かかとで着地をしていること自体がそもそもどれだけ軸の安定性が悪いかというのを少し検証として見ていただきたいと思います。今ですね、僕は重心は土踏まずのやや前に乗せています。僕がイメージしている普段のイメージです。これをこの状態から片足をこう上げた時の状態っていうのは非常に安定性が高いです。これ皆さんもちょっとやってみてほしいんですね。こんな感じです、こんな感じです。次にですね、ややつま先を引き上げて足首が上にちょっと上がっているような状態をイメージしてみましょう。今は、土踏まずの上じゃなくてほぼかかとに体重が乗っていて、微妙に足の裏がついているようなイメージです。ここからさっきと同じ動作します。わかりますかね、これ結構全力でやってるんですけど結構ブレます。皆さんね、やってみていただいたらわかるんですけど、かかとの軸1点でそもそも体の重心軸を支えるというのは不安定だという、土踏まずのやや前に体重を残して母子球と小指側、かかとの3点で体の軸を支えてあげた方が体は安定するし動作が楽になるよねというのが、一つポイントに挙げられるということです。かかと着地による、着地の不安定性がここのくるぶしから内側にかけて伸びている後肩骨筋への影響を強く発生させて新スプリントになるわけです。で、新スプリントになる方は重心がかかとに乗っていますよね。慣性の力が働かない、慣性っていうのは、まあ、前にこう勝手に進むっていうのはちょっと詳しくはこんな感じです。慣性の働きを、なくしてしまうと着地した瞬間に後ろに倒れてしまうんですね。体の軸が少し後ろ斜めになってるわけですから、このままジャンプしたわかるでしょ、後ろに下がっちゃうんですよ。じゃあどうするかって話になった時に、前に進むために競技やってるのに後ろに下がってったら話にならないわけですよ。そうすると何するかっていうと足首で蹴っちゃうわけですよ。で、足首で蹴ってしまうからふくらはぎの筋肉が、ダイレクトに影響を受けて収縮活動が激しくなり、痛みが伴ったりとか、筋肉痛、あとは痙攣ですねなどを起こしてしまう原因を作る可能性が出てきます。かかとのブレーキどうやって解決改善するか、これがポイントになってくる。これはですね、結構究極的、簡単な話なんですが、これはですね結構大事なポイントになってくるのでまたちょっと次回にお話ししたいんですが、ただですねこの動作を、すごい単純かつ明快かつ、動物的に解決するときに使うのが要はこちらのシューズになります。硬い地面の上に着地をする足を自らかかとから裸足の時につこうと思いますか？つかないですよね、怪我するからです。皆さんでも結局ですね、厚みのあるシューズを使うことによって痛みや痛覚というものを、要は遮断してるだけなんですよ。言ってしまえば痛み止め飲んでると変わんないです。だから結論言うとですね、初心者用シューズには頼らないでください。初心者用シューズというのは何のためにあるかっていう話になるんですが、皆さんのフォームが安定しかつ最善になるまでの、過程に過ぎないです。だから私初心者だからとか長く走れないからとかそんな理由で厚みのあるシューズ履いてたらいつまで経ってもフォームは良くならない、怪我と向き合わなければなりません。皆さんはフォームを良くして初心者と言われるシューズから脱却し、より効率的かつ最善なランニングを行って長く楽しくランニングをしてもらうのが僕の皆さんへの思いです。タナでした。次回はですね、またちょっとこの話って長いんです。はっきり言うとセミナーで話をすると、90分ぐらいやってます。90分から2時間は下手したらやってます。少しずつ小出しにしていきたいと思いますのでどうぞよろしくお願いします。タナでした。今日は視聴していただいてありがとうございます。ノーランニングローライフ、タナでした。またよろしくお願いします。
チャンネル登録はこちらです。